宮内庁は天皇皇后両陛下の長女愛子さまが学習院大学の文学部、日本語日本文学科に進学されると発表しました。学習院女子高等科に通っている愛子さまは、一般入試とは別に内部進学の専攻を受け、合格されたということです。天皇陛下も学習院大学の文学部を卒業されていて、愛子さまも同じ学部で春から学ばれることになります。 愛子さまは現在、卒業リポートの提出に向けて準備を進めていて、在学中は運動会や文化祭などの行事に友人らと熱心に取り組み、充実した学校生活を送られているということです。最近は映画鑑賞や大相撲の観戦など、両陛下の活動に一緒に行かれることも多くありました。